ということで改めて白川由布で上映後の初日舞台挨拶です。よろしくお願いします。決定初日を迎えた感想を踏まえてのご挨拶をいただきたいと思います。まずは脚本、監督、そして撮影を手掛けられました若木慎吾監督です。ありがとうございます。若木です。よろしくお願いします。無事初日を迎えることができましてありがとうございました。今回の映画は撮影から公開まで、僕にとっては最速最短でできました。普段はなかなかここまで、ね、映画館で上映できるのに1年とか2年とかかったりするんですけども、まあ、本当に超特急でお送りできることができてよかったです。よかったです。あ、すいません。はい、どうもありがとうございました。キャストの皆さんからご挨拶いただきたいと思います。寺子演じました安藤さくらさんです。こんにちは。今日は初日に劇場まで、しかもなんか本当にいろんな映画が初日を迎えている中、白川由布の初日に来てくださいまして、しかもそうですね、なんだかゴールデンウィークっぽい感じですよね今。そんなとね、まだ違う、まだ違う。だってさっきゴールデンウィークってどれにっぽい日に来てくださいまして本当にありがとうございます。なんかすごい個人的なあれなんですけど、またテアトル新宿のとこに立っていることが嬉しいです。前家族の国という、そうなんです。あ、見た後ですもんね。兄弟だったんですけど、あんなことになっちゃいました。大丈夫でしたかね。理解られましたかね。はい。では、岩永さんに回します。では、こんな井浦新さんお願いいたします。はい、白川由布で初日に足を運んでくださいまして本当にありがとうございます。そして僕はこの作品、今ね、さくらさんも言ったんですけども、僕にとってもすごい大切な作品になりましたし、見てくださったからしてもらっていると思うんですけれども、なんかこの作品は本当日本人だからこそというか、日本人のにしか描けないその情緒というものがしっかりと映画の中に潜んでいる作品になったなと思っています。そういう作品に参加させてもらえたことは本当に嬉しく思っています。とても大切な作品になりました。さくらさんとのお芝居の今回2回目なんですけども、楽しかったですよね。はい。じゃあそうなんです。なんひどいですよ、私たち喋って。早く、みんちゃん。すぐ回してます。はい、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では続いてしおり役になります、谷村美月さんです。はい、今日はありがとうございます。そうですね、この映画の中でしおりという役柄を演じさせていただきました、谷村美月です。そうですね、でも本当にこのお二人と一緒にお仕事ができるっていうのが一番私の中で財産というか貴重な経験でもあり、やっぱりさくらさんからはもうちょっと自分が背筋をピンと伸ばすことができる女優さんでした。まだまだ
なんか大変だなと思いながらもあのやっぱりこう自分の中であの大きな収穫、まあ、その終わった瞬間は分からなかったんですけれど、あのこういろんな他の作品に入って、あやっぱりこの作品の現場はまた自分の中で大きな財産だったんだなっていうのは後々気づくことができました。それがまあこうやって初日を迎えることができてよかったなと思います。ありがとうございました。そしてしおりの元彼を演じられました高橋義明さんです。今日は本当にありがとうございます。この白川船という作品が、実は僕の初出演、映画の初出演となる映画でした。でこうしてそのこの素晴らしいキャストの方とスタッフの方々と一緒にあの時間を共有できたっていうのは僕にとって本当に大きな財産で、こうして初めて出演した映画の初めての舞台挨拶にこうやって立っていることをとてもありがたく思っています。はい、ありがとうございます。フラッシュなしに切り替えていただきたいと思います。本当に映画の公開初日おめでとうございます。